受け継いでくれるんですよ。いるよ。書いてないんだ。なんで営業時間しかね、公式の。どっちかだよね、6時だったか7時だったか。7時だったみたいな。6時だった気がする。右の方の方向指示だね。諦めたのか、いけねえから。そっか、養子になると名前付けられるのか。だから。
人だからこそ思うことも一つあってさ、うん、交通量非常に多いじゃん。バイクもめちゃくちゃ多いじゃん、うん、チャリ走るのに若干それは怖いよなっていうのも分かる、うん、動物かなとか思った。悪気はないけどね、でもそういう感じの名前って結構あるじゃん。そしたらただ何でもないイケメンの凄腕選手だった。